はい、山形県坂田市のバイク屋、鈴木モータースです。皆さん見てください、この鈴木にはもうこれ見てあれですよね。もうこれは鈴木にとって女の子を見るより興奮するかもしれないですね。この光景は想像してください。この光景でですね、この台数がいきなりツーリング来たらっていう、まあそんな感じですよ。今ですね、車両、店の中の車両をですね、明日朝早朝ツーリングがあるので並べ替えをしているところでした。で、一回前に出してちょっと順番を変えようかなと思っている次第でございます。じゃあちょっと前から紹介しましょうかね。これめったにこんなにこう並べる機会もないのでですね。はい、まずですね、このスズキの GSX-R750、 これは限定モデルですね。2014年式の新車、まあ、今僕の姉がスタッフまゆが乗っている車両でございます。明日朝通参加のバイクでございます。で、これはですね、鶴岡の車屋さんのバイクでして、うちでいつもあの車検とかですね、整備の方をお世話になっていまして、このハヤブサです。これベースはハヤブサに、アジアの原則行きのカラーリングを載せているマシンでございます。で、テールはですね、 R1000 のテールをつけております。まあ、よくあるこういうケツ上げキットですね。かっこいいですよね。レーシングの引きに。で、ここにはですね、2015年の8歳の加賀山さんと羽賀則さんと清成さんのですね、サインもあるというわけでございます。で、これはですね、うちの試乗車兼レンタルバイクの GSX-S1000 の2016年モデルのカスタムモデルになりますね。いろいろ手を加えております。で、こちらが GSX-R1000 の、加賀山レプリカというわけでございます。この車両がですね、新車価格300万するんですよ。はい、うちのお客さんでですね、いつもお世話になっておりまして、これはですね、ちょっとトップブリッジのここを見てほしいんですけども、日本に5台しかないんですよ。はい、日本に5台しかなくて5分の5って、ね、書いてあります。このうちの1台が鈴木モータースにあるというわけでございます。これですね、お客さんと一緒にサーキット走行を楽しんだりしております。で、ここにもサインがあるわけでございますね。はい、で、こちらが、当店の在庫車両の GSX-R1000R の新車国内モデルになります。 R の WR のモデルですね。はい、これは当店の在庫ですので、まだお客さん決まっておりません。新車でございます。で、これがですね、ちょうど今日、コーティングを、タンクコーティングをした GSX-R1000 の K6 モデルの赤黒になります。これはお客さんのバイクですね、コーティングで入庫しておりまして、今日ご納車というわけでございます。すごい圧巻ですよね、鈴木車がこんなに並ぶと。鈴木の皆さんにとって最高を燃える動画となりましたね。はい、まあ、うち鈴木モータースでですね、鈴木車全力で押していきます。はい、じゃあ鈴木の皆さんにとって一番嬉しい動画でした。